皆さんこんにちは。いやですね、今8月です。戦後のあり方ですね、まあ、日本もとんでもない戦後の検証、戦後、敗戦国として痛い目に遭わせて、で GHQ の洗脳圧力で、ずっと来てるわけですけども、もう一方のドイツという国ですね、ドイツという国も戦後検証されてないんですね。ドイツは日本以上に国家分断、いろいろありました、ね、ホロコスト問題も正しく検証されていない。ドイツも自虐史観、日本以上の自虐史観になっているわけですね。しっかりとニュルンベルク裁判というものも検証してですね、同じようなもっともっと日本の方がまだ東京裁判所の方が分かりやすい。ドイツは全くデタラメな、そのニュルンベルク裁判というのが行われたわけですね。ですから私も本を出しました、ニュルンベルク裁判の完全崩壊という本を出しましたけれどもですね、ドイツの方がもっと激しい、このドイツの自虐史観を取り払えば日本も同じようなシステムですので、しっかりと戦後ということが証明されるわけですね。ですから皆さん、ぜひこのドイツのこのニュルンベルク裁判、そして、ホロコスト問題、ホロコスト論争、YouTube でも流れてますから、ぜひこのですね、このホロコスト論争、そういったドイツのこともしっかりと嘘でたらめの歴史観を背負っているドイツ、これもですね、皆さんで考えてみて、そして戦後をですね、しっかりと取り戻す。まだまだ戦後は終わってないんですね。検証していなければ、いつまでもいつまでも子どもたちにお酢をつく、良くないです。ぜひ皆さん、ドイツのことも含めてですね、しっかりとこの世界の歴史紐解いていただければと思います。大変ありがとうございました。失礼いたします。